平野紫耀の歩く姿に感動。ファンの心をつかむ彼氏感が話題に、元キングプリンスへのメンバーであり、ジャニーズ事務所を退所してから滝沢秀明氏が設立した新会社、飛べに合流を果たした平野紫耀。彼が SNS を駆使して投稿した歩く姿がファンの心をつかみ大きな反響を巻き起こしている。 普段のプライベート感溢れる投稿にファンは興奮し、彼氏感最高、歩いている姿に胸の動機が、と大絶賛している。この記事では、平野耀の歩く姿について、その魅力とファンの反応に迫ってみたい。平野耀がジャニーズ事務所を退所し、新しい舞台である、飛べに合流したことは、多くのファンにとって喜ばしいニュースでした。 その後、彼は SNS を通じて、プライベートな姿をファンと共有しています。特に、線路沿いを歩く動画と写真が、ファンの心を捉える要素となっているようです。投稿された動画や写真には、電車の線路沿いで歩く平野仕様の姿が映し出されています。彼が歩く姿は、一般的な風景ではありますが、 彼のオーラや存在感が溢れており、ファンの心をわしづかみにしています。投稿には、歩いてる、尊い、歩いている彼氏感最高、といったコメントが寄せられ、そのファンの感動が投稿からわずか1日で100万件を超える、いいね、の記録につながっています。 さらに、平野紫洋が電車の写真を撮ろうとしている姿も投稿されており、そのふとした仕草や振り向き、加減にも注目が集まっています。彼の姿からは、ジャニーズ時代から培われたプロ意識と情熱が感じられ、ファンはその姿にますます魅了されているようです。投稿を見たファンの反応は熱狂的であり、 こんな普通の場所に剥き出しの紫輝くん歩いてていいのを胸の動機が止まりません。などのコメントが殺到しています。彼の普段着の姿に共感し、彼氏感を感じるファンが多数存在していることがわかります。平野紫洋が地上を歩く姿は、彼のファンにとって心温まるシーンであり、 長年の間ずっと見たかったという喜びの声も多く見受けられます。平野耀の歩く姿が SNS 上で大きな反響を巻き起こしていることがわかりました。彼の普段着の姿や自然体な仕草はファンの心に深く響いており、彼氏間最高、デートしているみたいといった絶賛のコメントが多数寄せられています。平野耀がジャニーズから独立しても、 彼の魅力とファンの熱いサポートは変わることなく、これからも彼の新たな活動に期待が高まることでしょう。